ダマンとディーウの、一ダマンとディーウの、一ダマン・ディーウ連邦直轄領は、インドに、かつて存在した、連邦政府直轄領を、アラビア海に面したダマンとディーウからなっていた。面積は112平方キロメートル、直近の人口は243,247人だった。ダマンがいつ成立したのかはっきりしないが、少なくとも2000年間年として機能している。 ダマンとディーウ領都市とも16世紀中頃までは、ムザフファルチョーグジャラーとするターンアサの領地であった。ディーウは1535年にポルトガル領となる。ディーウ自体は、長さ1 0トル程度の島であり、ポルトガルの要塞として使われた。なお、その対岸にある2つの村もポルトガル領ディーウの一部とされていた。1558年にポルトガル領となった後は、 木材などの積み出し港、貿易拠点として栄える。ポルトガルはインドを最初に植民地化した西洋国だが、インド内陸部を支配する能力、同期とも備えておらず、交易の拠点となる召喚を維持する政策を取った。最盛期には、インド西岸、南岸を中心に13都市を支配している。なお、18世紀後半からは、内陸部のダードラー及び長るハベーリーもポルトガル領、 ダマンの一部とされた。その後20世紀中頃までは、ゴアと共に、ポルトガル領インドを構成していた。第二次世界大戦終結後、インドの独立を経て、1961年までポルトガル領として止まった。1961年12月19日、ゴア、ダマン、ディーは、インド軍の侵攻を受け占領下に置かれる。1962年3月16日、 インドが併合宣言を行いコア、ダマン及びディーウ連邦直轄領が成立。1987年5月30日、コアが分離し、ダマンディーウ連邦直轄領となる。2020年1月26日、ダードラー及びナガル・ハベイリー連邦直轄領と合併し、ダードラー・ナガル・ハベイリー及びダマンディーウ連邦直轄領となった。ステーツ・オブ・インディア。 statoids.com2021 年1月8日閲覧 States of India since 1947 a b e r ガーハベ d DAMA d d e WORLDSTATEMEN.org2021 年1月8日閲覧リグドナンバー d l 3 3 0 4 9 9エガゼテニックイン 2021年1月8日閲覧。ありがとうございます。